チャ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 ニャ。さあ始まりました、 K キャンバンコンマイルームです。 K キャンバンビーノに乗っておりまして、それからこのリュー350というハイゼットトラックから NV350 に乗り換えた感じなんですけど、こう K キャンの時に感じてなかったこうズレがですね、特にこう高速道路で感じるんですけど、低速域はあんまり感じないんですけど、どうもふわふわするなと。まあ人によってはこれあの乗り心地が良いと捉える方もいるかもしれないんですけど、スタビとかショックとかそういう足回りのやつを生まれて初めてなんですけど、入れてみた方がいいんじゃないかということで、いろいろちょっとですねネットを徘徊しておりましたところ、秘密基地モーターズさんっていう YouTube チャンネル、そちらの方でですね最近 NV350 を買われてショックを交換されてて、交換の仕方とかも本当にこう細やかにいろいろやってらっしゃって、まあ、コメント欄にこう何気にコメントしたらですね、実はその時につけたショックもう外していらないから安く売るよというふうに言っていただいて、なんだったらつけてあげるよみたいなこうお話をですね、この秘密基地モーターズさん、田本さんという方なんですけどが、コメント欄でお返しいただいてですね、早速今日、つけてもらいに今秘密基地モーターズさんの方へ向かっております。まあ、何せあのタイヤ以外で足回りの強化的なことは本当にやったことがないので、どんな感じでこう変化が感じられるのかちょっと楽しみです。さあというわけで来ました、かの有名な私秘密基地モーターズさんにお伺いしてます。そして隣にいらっしゃるのは田本さんでございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。すみません今回とんでもない、僕ちょっとこれに乗ってて、あのショックを変えられてる動画を直近で上げてらっしゃったんですよね、はい、で変えかいずれ変えたいなと、で乗り心地もあんまりだったんで、どうしようかなと思ってたらちょうど、付け替えましたと、はい、で外しちゃいましたみたいなこと言われたんで、はい、これはちょっと神様がお伺いしてみたらというふうに言ってるんじゃないかと思いまして、DM を飛ばさせていただいたら心よくどうぞどうぞみたいな感じで、まあこちらとしてはねしてやったりと、いやそう実際やる段取りなんですけど、はい、これを車をもう持ち上げる、持ち上げちゃいます。それがまずいいじゃないですからね。まあそうですね、ジャッキアップ、ジャッキアップでもできます。いや、せっかくこちらに来てるんで、持ち上げてやりましょうか。でも、一般の人がやるっていう設定でやるんだったら、はいはい、ジャッキで上げてもありですよね。まあ、確かに。ああ、悩ましいことをおっしゃいますね。確かに田本さんがおっしゃる通り、家でやる方法みたいなことを加味しながらやるのが、はい、動画的にはいいと思うんですけど、せっかくこの場所にお伺いしてますから、はい、僕ちょっとこの車の下がどうなってるかもちょっと見てみたいです。ああ、全然いいですよ。じゃあ、上げちゃいましょう。いいですか、ちょっと上げながらで、ね。はい、すいません。じゃあ早速すいません、はい、車を上げていただいてもよろしいですか。はい、これもあれですか、一気に全部バッと上がっちゃうってことですね。そうです。おー、上がってる。何ですか、電動が出てきましたか、これ。今度はエアですね。エアです。おー、速い。F1 じゃないですか。F1 そうですね、そんな感じですね。田本さんは、はい、車屋さんなんですか。車屋さんはやってないです。あ、車屋さんもやってない。はい。あ、趣味ですか、本当の。本当の趣味です。これすげえな、この道具箱がまた。じゃあフロントショック外したいと思います。はい、お願いします。で、外すのは、はい、上はここですね、このナット、はいはい、このナット外して、うんうん、下はここのナットですね、これボルトナットです。はいはい、なるほど。これをね、後で僕もやりますからね。なんかすげえ自信がなくなってきたんだけど、今これ物を見ると。いや、
意外にやってみるとね、なんだって感じですよ。いやね、それね、できる人はそう言うんですよ、大体。で、まず後ろ回らないようにはめて、で、あとこれでかけてあげて、こう緩めますよね。はい。あ、出た。もう道具充実、すごい羨ましい。で、上は、はい、まずこれさ、あのラチェットはめてモンキーで頭つま、あれつまんであげて、あ、一緒に回っちゃうんですね。そうなんです。これね、押さえないとこうやって、あー、空回りしてますね。空回りしてます。はい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 、こうなっちゃうんですよ。で、じゃあ次これ、はい、一番上にワッシャー乗っかってます。はい、そう、でこの中何枚か入ってるんですよね。そうなんですよ。あ、もう外れるんですね、はい、これで。ああ、なるほど。これがこういう風に入って、で、まあこう、あ、なるほど、こういう風にこう、で、ここの間にこの鉄板が来る。この鉄板のところにこの間が、この間が、ここの間に入るっていう感じです。なるほどですね。で、これが、これがフロント用の、フロント用の、使えば、ね、ニュー SR スペシャル。今売ってますよね、まさにこれ。普通に、うん、売ってますね。田本さん的にはちょっと硬かったという、ここが好みですもんね、これ。そうですね、足回りって、ええ、ただあのキャンピングカー重量積むんで、はい、結構足回りの負担かかるんで、これはこれでありなんじゃないかなって気はします。はい、あ、そこからまず入れて、ええ、この部分を入れます。ああ、はいはいはい、あ、そこですね、ええ、なんですけど、ちょっと縮めてやんないと入んないかな。これはそういうの、うわぁ、こんな感じですね。なるほど、縮んでる間にこうスポンと入れて、ええ、もう一回入っちゃえば順番間違えないようにってやつですね、うん、そうですね。四駆じゃない分やりやすいですね。なんか四駆だとなんか、そう、ここにね、ドライブシャフトっていうのが知ってて、はいはい、こっち側からのアクセス何もできないんですよ。で、まあ、縮め、はいはい。で、上は今度、はい、こっち早場の方は14ミリなんで、はい、開いて、あ、なるほど、違うんですね。そうなんですよ。もともと純正16ミリとかなんか16ミリ突飛なやつなんですよね。本当にね、迷惑な話で。これで終了でございます。おー、早い。意外と意外と早いでしょ。意外と早いけど、まあ、田本さんだからちょっとあるんだろうな。いやー、はい、せっかくリフトを開けてるんで、はい、持ち上げてやりましょうか。おー、確かにこれはやりやすいですね、アクセスしやすい。さあ、初ですよ。あ、結構綺麗な感じですね。で、外すのはこれとこの上だそうです。長物の工具が出てきました。上の形のようにしまってるんで。あ、ここ硬いんですね。はい、わかんない。でもこれは大丈夫かも。で、これを緩めます。はい、あ、やっぱり車が新しいと大丈夫、固着してないです。これ大丈夫っていうぐらい緩い。あ、逆に逆に。糸も簡単に、はい、あ、これでバールで、これは、うん、よかった。多少固着はしてるみたい。だから変えてないのかな、大丈夫なのかな。でも緩かったんですよね。ちょっと緩かったですね。怖い怖い。あ、これがリアですね。これリアショックです、はい、確かにまだめっちゃ綺麗ですね、それ。はい。ここで外しました。まあ俺の場合、あの本当の空になんで、確かに荷物の量がまるで違うんでね。で、これをおりゃ、おお、なるほど、はい、平らなやつを逆に入れそうだもんな、俺。あ、反対向きにね、はい、多分外すときに覚えとけば大丈夫。はいはい、言われちゃいます。 DIY ですか。はい。
で終了です。おお早い、一瞬でしょ。さあということは僕も反対側なんですよ。されちゃう。おちょっとお今からですね、確かに今見てましたから、田本さんがやられた通りですね、やりたいと思いますけど、急にちょっとテンパってきましたね。さあ今からですね、この速攻ですね、もう私が今まで怖くてできなかった足回りをですね、はい、ありがとうございます。回転から緊張ですからね。硬いぞこれ。まあまあ硬い。なるほど、硬いな。ちゃんとちゃんと力入れて。よし。おいおいおい。忘れました。今こういう順番で入っておりました。これが外です。これね、ああ、そうなってんのね。はい。あ、また。どう。ああはいはい。下が切ってあって。でこれはまあこうやってはまりますよね。はい。であとこれ。ああなるほど。いやー、速攻人生で初めて外しております。これを使ってこれを使ってちょっとこじってみます。はい、よし。ありがとうございます。はい。おい。取れた。いけ。取れました。パワーで。あ、なんかもんこ出た。ほいほいほい。ほいほいほい。これできてます？できてますよね。入ってます。あ、十分です。ギア完成。ギア完成です。やりました。やったのかな。やったでしょう。やっててね、やっぱ会話がある分ね、全然楽しい。あ、本当ですか。こうね、で、比較的ね、そうやって最初からね、使い方考えて入れられるのすごいですよ。え、いや、そうですか。いや、田本さんがさっきね、休憩してる時にいろいろなお話をしてくれたんですけどね、こう見えてガンだっていうのがびっくりでしょ。そうですね。さらっと言うんですよね、恐ろしいやつを。でもね、やっぱ何かね、こう好きなことをね、楽しくやってらっしゃる方っていうのはなんか弱さを全く感じさせないですよね。いや、犯罪入れた時はもう弱ってます。それは特殊な状態じゃないですか。うん、大丈夫です。ありがとうございます。OK です。ということで、これから帰りちょっと走行したりとかしてですね、どんな感じかっていうレビューをちょっとして最後締めたいと思います。とりあえずこの場ありがとうございました。田本さん、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。入ってるのかな。入ってる入ってる。そこまで入ってます。はい。またお伺いしますからね。ぜひ。勝手に言ってますけどね。さあ、ちょっと高速をですね走ってどんな感じになるか。まあ若干継ぎ目の振動は前よりあるような気がします。これね、ほんでちょっと動画にはなってないんですけど、もう右前のショック、右前についてた純正のショックがですね、オイル漏れを起こしてて、いずれにせよ多分変えなきゃいけなかったんだと思うんですけど、それもこんな機会がなかったら気づかなかったんで、気づけてよかったですね。今こう乗ってる分には全く乗り心地が悪くなったとかは思わないですね。意外とこれがコーナーとかだったらちょっと変わるんですかね。田本さん、これはいいですよ。ダメかもってすごくおっしゃってましたけど、僕はねこれ気に入っちゃいました。はい、三上さんとね一緒にねちょっと車を見てもらったりとかしてたんでね、ちょっと遅くなっちゃいました。
さ、このカーブ前まではねちょっとグニャグニャした感じがあったんですけど、どうでしょうね。おー、なるほど。前まではちょっと減速をして曲がっていく感じがあったんですけど、安定してますね。なんか乗りやすい。うわー、すごいな。あ、すごい。今のカーブとか結構きついカーブなんですけど、変に車体がもう斜めにならないんですよね、粘るんで。おー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 、いいね、いいね、いいね。よくね、軽キャンとか走って乗ってる時も僕そうだったんですけど、ハンドルがなんかちょっと浮いちゃってるわけじゃもちろんないんですけど、浮いてる感じがするというか、暴れるみたいな感覚がある人はサスペンションを交換するっていうのは結構効果的かなと思います。それもちょっと固めにするという感じですかね。いや、今回本当お声掛けいただいた秘密基地モーターズの熊本さん、本当にありがとうございました。